どこまでこそく24時間テレビ募金着服問題も言い訳だらけの開催宣言に視聴者ドン引き実施ありきで話を進めていたとしか6月20日放送のジップにて8月31日に放送される24時間テレビのテーマを発表総合司会を務める三浦麻美アナウンサーによって改めて番組の意義が説明された24時間テレビといえば昨年11月に系列局の幹部によって募金の着服が行われたことが明らかになった 当該人物は10年にわたって番組への寄付金などから総額1,100万円以上着服していたと。 ここれあったねねね去年ねこのルース、ねはい、発覚してね結構大きな話題になりましたけど今考えてみたらね水原一平に暮らせたら大したことねえんじゃねえかって思っちゃう。いや学,学で言えばね <laughs> 学で言えばだけど学ランキングで言ったらもう断トツだからそれは。<laughs> そうかしかもなんかこの着服してた人 <laughs>、うん、何に使ってたかっていうのさ調べたらさ後輩にお酒おごったとかあとスロットに使ったとかねしてたって書いてあったのよ。 人で増やすって返そうと思ってたって可能性はあるよ。<laughs> ない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 。そんなやつ。絶対返ってこないやつなんだから。<laughs> <laughs> ちょっと続き読みます、えー、三浦アナは皆様からの信頼を裏切ってしまう行為です改めて心よりお詫びを申し上げますと謝罪その上で改めて同番組の開催の意義を説明した皆様の信頼を裏切るようなことがありました本当に申し訳なく思っていますし心苦しく思っていますでもだからこそこの皆様が作ってくれたこの24時間テレビを私たちは続けたいです、まあ、ここもねちょっと。 気になるんだけど俺はだからこそ休めって思うけどね、俺は。<laughs> そうなんだよねそして番組のテーマを変更することを発表。開始当初から使われていた愛は地球を救うから愛は地球を救うのかに変更し自問自答するような形にしたという <laughs> 自問自答するような形っていうか、ちょっと不穏になってない。<laughs> <laughs> そ,うそうだね答えを探して、ね。だって今までは断言してたわけだから、うん、愛は地球を救う 救うのか、って聞いてくんだよっていう、ね。こ <laughs> <laughs> っちに揺られてきたんだってい、ね。そうだ。救うのかい、救わないのかい、どっちなんだいってやつやもこれ。す <laughs> ー,ー。くーって、すー。<laughs> え、今年パーソナリティー筋肉。違います。筋肉違います。筋肉また違う問題でまこれ、ね、揺れてるから。<laughs> じゃあ、あそっか。地球の命運を筋肉ルールってにはかけられないよね。だからそうですよ。 毎年恒例で作っているチャリティー T シャツについても苦悩したといい悩んだ末にスタジオジブリにご相談をさせていただくことにしましたと発表それは意味わかんないで <laughs> 俺なんで悩んだ末にスタジオジブリなんだろう <laughs> 力借りるしかないみたいなことで子会社なんでしょ日本テレビのジブリがそうか,そう,かそうだねだから断れないというかさそういうのもあるでしょこれ、うん、そうだね頼まれたらささすがに黙れ小僧と言えないでしょ <laughs>、ね、<laughs> 言わないね親会社にさ <laughs>、うん 最終的に『24時間テレビ』「愛は地球を救うのか」このテーマを私たちは自問自答し「24時間テレビ」を再スタートしますと締めくくっていったこれまで45年間の寄付金総額は424億円を超えるなど日本最大規模のチャリティー番組として貢献してきた『24時間テレビ』しかし同局の関係者が寄付金などから10年にわたって着服していたことは番組の存在意義を根本から覆す不祥事として急断 する声が相次ぎ今年の放送を見送るべきといった声も多かったそんな中今回見せた対応について説明が十分でないという批判が殺到番組の解散について改めて疑問視する声が寄せられていたということなんですけど疑問視する声が寄せられたっていうのも書いてあるのよ記事に、うん、ちょっと読みますね 何の権限も監督責任もないミトちゃんが謝罪してあげに救うのかって違和感しかなかったよ着服の問題と募金を必要としてる地域や人たちがいることと愛で地球を救えるのかとかは全然何も関係ないんじゃないかなっていうね三浦アナウンサーまあ人気アナ好感度あるアナウンサーを謝罪させとけばいいみたいなのは透けて見えるよねこれまあそうだねだって悪いことしたやつが出てきて謝るよって思わないこれそうなんだよな、ね、まあ あまあもちろん関係的にはもう携われないだろうでしょうし、まあ、出てくることもないでしょうけど、うん、だったらもう日テレのオェイランスさんたちが出てきてさ謝るとかその「あいつ今イマって言ってさ謝ったりとかさ <laughs> なんでチョココロネ風で謝んだよあいつ今イマじゃないのよチョココロネ風ヤドカリさんかと思ったら「チョココロネでしたよ」みたいなでしょ <laughs> <laughs> い,やいや「ですよ」みたいに謝んだよっていうのかと思ったら一歩先のツッコミしてきたからで。<laughs> <laughs> なんでねこうミトちゃんがヤオ手に 立たされて謝るんだろううなっていうね見ててけどね、まあ、アナウンサーの仕事なのかなそこまでするのがアナウンサーの仕事なのかなとは思っちゃうけどねで今回はほら再スタートするっつってさ「あいは地球を救うのか」になってるじゃんこれ24時間テレビの冠にっちゃってまた別に新たに違う視点のチャリティー番組とか作るきっかけにすればよかったのに、うん、24時間テレビ自体をこう引きずっちゃってるからこんなことになるんだろうなとは思ってる。大きく変わる チャンスだったわけじゃんそうだね中途半端に一箇所変えても何も変わらないじゃない そういう意見もあったよ記事に今年はやるべきではないでしょう実施ありきで話を進めていたとしか思えないし弱者に焦点を当てるためならドキュメンタリー番組などでできますしわざわざ24時間にする必要もないっていうね今年とりあえず休んで休んでっていうかやんないでなんか俺的にはその24時間やってる意味もわからんしもう1年かけてさチャリティーの1時間番組を24回放送したらって思ったけどね。<laughs> そもそも な,なんで年に1回24時間でやんのっていうねまあそうなんだよねそこのねだってもう夜中とかお笑いやってるしさ、うん、そこ夜中ってほら見てない人も多いわけじゃん起きてる人が少ないから、うん、それならさもう1時間番組にしてさ月に2回24回できるから1年で 十4時間分だと、うん、2> 月2回ゴールデンタイムにやったほうがよくないもうそうなんだよね。年のののチチャャリリテティィより月うがいいだろう <laughs> 数が多いと関心も薄れてった時に募金額が少なくなっちゃうとかってそういう手もあるんだろうけど周知するにはでもそっちのほうがいいんだよね。なんかね <laughs> そこはそう思うな形変えるっていうことで言えばさそ,そうそうだから大改革をするチャンスだったのにな別にチャリティ番組をすること自体は悪いことじゃないじゃんううやっぱりね困ってる人とか苦労してる人がいるって っていうのは周知するべきであるから、そのやり方を変えるとか、こ、うん、の番組の作り方を変えるとか、うん、いろいろできたはずなんだけど、そこをなんか。 おろろそかににしちゃっったんだろうなと思ってこの1年間で他にも意見あります24時間テレビの謝罪の件何が一番嫌って継続していいのかと思ったけど求めてる人もいるからやりますという点であくまでみんながやってって言うからどこまで拘束なんだろうね相変わらず嫌いな仕草でどんどん日テレの株下がってくわ今年も見ません 確かにな、求めてる人いるから、やりま、スタップ細胞みたいなね。あ、それこの人の言い方、書き方だけどね。<laughs> うん、やりまーすとは言ってないから、ミトちゃんも。そ<う>この人の感想で勝手にこういう文化になってるだけだ,そうだけね。そうだけどさ。うん、いや、だからなんか最近さ、何かがあった時の日テレのムーブがひどすぎて見てられないな、なんかそのセクシー田中さんの。 線とかさ大谷翔平取材的になっちゃったとかさ、何やってんだろう？っていう,う感じになっちゃってるな。<laughs> あとはやっぱりそのタイトル変更。これどういう意図なの？これ？愛は地球を救うから、今回愛は地球を救うのかに変わって。だから、多分来年あたりは愛はおそらく地球を救うみたいになって。<laughs> あ、だんだん断定的になっていくのあ。毎年変わっていくんじゃね。だから愛はおそらく地球を救うと、次の年は逆に。地球 急に救ってもらっちゃうみたいな。<laughs> <laughs> やめちまえ。になって、その次の年あたりに、まあ、一旦みんなで福原愛について語ろうみたいになって。やだってもう落ち着いたんだから、愛 <laughs> ちゃんも。最終的にはもうシンプルに愛とは。最後、本当に漠然としちゃった。もう分かんなくなっちゃって、瞑想しちゃう。愛ってなんだっけ。っ まあこんなニュースがありましたけども、皆さんはどういった意見をお持ちでしょうかということで、もしよかったらコメントでね、意見聞かせていただければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあ、時事ニュースの動画も何かあった時にこうやって上げていこうと思ってますので、ぜひチャンネル登録していただければなと思います。よろしくお願いします。では今回の動画は以上でございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。